皆さんにね、これをお配りしたのは、いわゆる、まあ、前にやったやつですね。一回摘心をして、握って、そのまんまの状態。下の方をこう叩いてやると、こう出てきますんで。ちょうどこれね、根がほら、こう、さっきあったようにね、出てくるんですよ。このくらいが、実は定食の適期。これが結構ね、下まで、ね、茶色のやつ回っちゃってるんですよ。その場合、定食するときね、やっぱり下ね、少し落としてやってる。そんで、こう、ね、定食するときに、熱がね、まあ、ハサミに丸めて、こうやってね、吸っちゃう。それから定食していく。このまま入れちゃうと、この要するに長いね、根がこうね、回っていかない。だから一回ほぐしてやる。こう、ハサミね。これ、拭くだけじゃなくて、他のいろんな植物でもね、鉢物の場合はそう。植え替えるときには、基本的にはね、下に根が回っちゃってるとき、それは一回ほぐして、長い根を切って、こういうと出ちゃってる場合は、ハサミでね、切ってね、それから植えてやる。鉢物の場合はね。これは大丈夫だね。香鉢から金香鉢を植えるときに、鉢底のね、この網。国会の鉢の場合には、この真ん中にね、こう穴が開いちゃってるから、そこにね、こういう鉢ね、これを押さえて、実際にはね、これだけ排水量があるからね、いわゆる排水帯は不要です。いらないと思います。で、このまま土ね、埋めちゃってもいい。ただ実際には、赤玉ね、これは赤玉土の、大粒だとか、中粒だとかね、小粒ってね、3種類あるんです。で、大粒でもいいけども、中粒ぐらいが一番いいかなと。もしくはね、服の用途で配合する場合は、物によって違うけどね、小粒ね、小粒を最初の頃はね、やった方がいいんですね。配合する、ね、土に配合する。それで土をね、テストにもあったけども、割り箸20センチなの。だから土入れるときにね、目安としてね、10センチのところまでね、入れてみましょう。根がね、浮く部分を作ってるんですね。そして、本当はね、こういったね、ガット状のものね、これで叩いてやる。これはね、鉢物の場合は、いわゆる最初にね、固めちゃうんです。下ね。なぜこうやるかっていうと、いわゆる、一番最初、水やりやったっていうね、こう、水分が下にね、溜まるんだね。それが固めることによって、上にね、そう登ってくるっていう性質がある。これ固めてないと、いわゆるそのまま水が下に行っちゃう。そういう感じでね、要するに固めてやる。これが一つね。それで、この九号鉢の、要するにちょうど真ん中にね、こう置いてみる。土を、土手にこう、入れる。この牛乳鉢を今入れました。その時に、気をつけなきゃいけないのは、あんまり通ってもらわない程度。入れた時に、この牛乳鉢の表面に土がくるんでいる。そこまであんまり入れすぎない。で、この竹串だと、今度土がね、しっかりしないから、竹串と同じところにね、ちょっとやりづらいかもしれないけど、竹串を引っこ抜いてね、これを立てる。基本的にはね、これ竹真ん中に入れて、いわゆる枝がこうね、折れないように、振りかけて入れるから。今こうあって、
ラクダのところね、ラクダを中心に1箇所、2箇所、3箇所やってるね。今度はね、逆にね、ラクダから正面のところ、1箇所、2箇所、こんな感じでね、置き場所を変えて、1ヶ月後に肥料をやる。それで、今度ね、水やりだってもうさっき言ったように、まあ、土によってはね、一回全部かけ、肥料の部分も含めてかけ流しちゃった方がいいけども、まあ、時期的にね、チューフでね、当然でやってる方もね、いらっしゃるんで、今埋めた五号鉢の部分、そこを中心にね、水をやる。そんで外側はね、乾いてるけども、いわゆる、湿ったままだとね、逆に根が出ていかないから、五号鉢の根が出ていかないから、根元だけにね、まあ、せいぜい今月いっぱいかな、ぐらいは五号鉢でやった方が無難だ。それで、今皆さん植えたやつで、ね、こう、上向いてるけども、水がね、足りなくなるとね、こうしおれてくるから、そうすると分かるんだった。そういう人はね、同じように根元部分でやってみてやる感じですね。これ9号鉢ね。9号、まあ、こういうふうにありますよね。で、基本的にはね、この高さ、この高さはね、やっぱり見栄えがするのはね、まあ、30センチぐらいまでね、最終的にね、最終的にそれぐらいになるように本当は調節しなきゃいけないんだけども、ということはこれさっきはね、最終的にこういうふうにした9号鉢に対してこういうね、こういう形にしたようにね、基本ね、そのためにはどうするかっていうと、やっぱりこれね、それぞれの枝を よく摘心しなきゃダメだ。それがまず一つですね。で、この切る作業はね、まあ、そうじゃなくてもいいです。ただ、こう、このまんま植えると、今度は5号鉢からね、根がいっぱいこうね、まあ、増えていくと、成長がいくらだ。ともう要は高くなるばっかり。切ることによって、枝分かれして、どんどん増やしていく。っていう方法ですね。それがまず一つ。もう一つ、あれだ。これ、いっぱい伸びてくると、はい、なんだっけ。このね、枝のね、元葉っていうのがあるんだ。こう見るとね、ピンチって切った後にね、元の葉っぱがあるんだ。これはね、取っちゃっていいからね、元葉。というのはね、今こういう状態だから、そんな気にならないけど、いっぱい増えてくるとね、密集したんだよね。元葉が必ず、最終的には枯れる。枯れちゃうんだ。黄色くなったりね、変色したりしてくるから、まあ、早めに切って、植える火力を取りに来て、育つ。それも一つのポイントです。よろしいですか？はい。じゃあ、今日ちょっと若干早いですけど、終わります。